壊れすぎなんだよとうとうオープニングのためにマリメ1にも手を出してしまいましたよ。いや、初見さんの方いたらマジで勘違いしないで。僕いつもはもうちょっとおとなしくてクールな実況やってってるから、その辺だけ覚えといて。はい、それじゃあ本編入っていきましょう。どうも、コアルキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース1の1バッド5つリディキュラストロールということで、今日はね、久しぶりに1の1なんだけど、1の1でもこのコースはトロールコースっぽいんだよね。で、これ作ってるのがノコタンさんっていうんだけど、このノコタンさん、僕が日本人の方で知ってるトロール制作者で、作るのがうまいトップ5に入るぐらいマジで素晴らしいコースばっかりなんですよ。だから今回も期待大だね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.51% で、みんな褒めてほしい。さっきのオープニングがあるじゃん。あの音遊びを手に入れるために、さっきまで1時間ずっとマリメ1をやってたね。どんだけオープニングに力入れてんだよって話だよなまあ、クッパも様は引っかが開幕一緒やじ。右ダッシュで抜けよう。右ダッシュだったらクッパも石足も抜けれるみたいな。落ち着こうじゃないか、ピアキング。クッパ様が落ちた後に右に進めばいいんだ。熱っ。あの火が邪魔くさいんだよな。この火避けていこうか。あ、火ランダムか。そしてこのままちょボランバー。いや、面白い。一の一が騙しコースになっただけでこんなにも面白いんだね。じゃあ左の方に追っておいて、ファイヤーバーを避ける。そんでこのハテナは何だろう。もうこの際だから全部叩こうか。で、さっきさ、左に石の位置出てきたと思うんだけど、あれ今回出てこないねなんでだろう、違いがわかんねえな。じゃあ左のハテナは一気アップ。右はコインか。ブロックは何もない。多分ないでしょう。そしてこのハテナはなんだ、フラワー。もう無視していっちゃおうか。この石エッジ土管の中を入れるんかな。っていうかどっか、やっぱりね、隠し、お、隠しブロックない、ある。あ、分かった分かった。多分ここまで隠しブロックを出してやばな、いけるんじゃないの。こっから飛び越えればいいっていう感じでしょ。そんなのには引っかかりませんよ。行方を見てて、絶対こっから飛び越えてみせる。ここだー、よっしゃーちこんなにうまい1の1のトロールコース僕初めて見たかもしんない。そんででかいブラパが出てきたんだけど、この右か左どっちかだと思うんだよな。一旦このまま進んでってみる。いけないかな。あ、隠しブロックないのか。そしてこのまま右に渡っていこうか。4つ目の土管とか入れるんかな。一旦入ってみていい。あ、入れるんだ。でも絶対こっち罠なような気がする。うわ、怪しい。上隠しブロックとかは、いや絶対あるよな。あ、ない。ショートカット、いや絶対させてくんだよ。これ上は、上はないか。え、マジでショートカットだったらめっちゃ楽だね。あだー、今日はね、1の1のトロールコースだからさ、多分短いと思うんだよな。だから全部調べたいよね、こういう土管を。2つ目はダメ、3つ目もダメ。じゃあ4つ目に入んなってことだったね。そしてこっから、あっ、土管の上で口裂け植物を待つ2体いるな、口が裂けてる植物が。左の方ね。で、あの隙間絶対に怪しい。トロールコースにおいてあんな隙間は絶対怪しい。だからここは一旦右に走ってジャンプしてブラパを越えてみる みんなこんな惨めな僕を見て、これいけそうなんだけどな。あそこのブラックパック飛び越えれそうじゃない。じゃあ一旦下から行こうか。で、隠しブロックがあるみたいな。あ、この上から行っていいんじゃない。あの30コインもすげえ気になるけど、一旦右側行こうか。一旦右側に行ってみます。なんだお前は。右に行くからな、あのドスをかわせってことね。そしたらここはドスをかわしていく。オーケー。で、このクリボーは、あ、なんかデッキ出てきたねまあまあこれはやられることないよな。まあ普通に右に行けると思う。そしたらまたお前か。今見た神的な回避しなかった。神回避あんな回避の仕方があるんだね。じゃあここはジャンプして石足を避ける。そしてもう一回右側にも来るんだけど、上から行けってことかな。多分そうだと思うんだけど、燃えるぜ。上から走っていく以外になくない。それでバブルが避けれるんだ。おっ、ギリギリ。そしてスネークブロック信用していいのかい。お願いスネークブロック、石足が来てる。何これ。スネークブロックくんどっか行っちゃった。お前は泳いだろ。いや僕はね、あのでかい石クラウンの避け方が分かったことさえ分かればめちゃめちゃでかいよ。じゃあスネークブロックには乗らない。このブロックの方に行こうか。そしてノコノコを踏んで蹴ってみる隠しブロックとかないよな。で、跳ね返ってくるみたいな。あ、なんかそんなのなさそうだね。このブロックすげえ気になるね。何もないね。
なんかブブー言われたけど、このコイン取ったらやられるとかそんなバグはないよな。もう全てが怪しく見える。もうどんなバグを使ってきてるかわかんないからね。まあこのコース多分バグとかないような気がする。じゃあこの上のハテナは、もうここまで来たら美しいわ。こっから先だよな、まだ未知の世界は。これ叩いたらどうなる？パックンだね。じゃあこの右下、いや絶対叩かない。このコースってさ、中間ポイントとかないんだろうな。まあ一度一は本来ないしね。じゃあ一旦この石を落としておく。そんで気になったんだけど、この右のキノコ取っていいと思う？絶対何か降ってくるみたい。バレはダメだって。まあでもこれいけるよな、多分ジャンプしたらいけると思う。オッケー。そしてこのキノコもう取ってみようか。取っちゃう取っちゃう、うん、ブブー言われましたけど、隠しブロックがあっても僕はクズ。お積みになりましたわ。この山ごと飛び越えよう。そして2つ目の山もあると思うんだけど、この山は飛び越えない。上に隠しブロックがあるような気がするね。なんもないか。上からも何も降ってこない。とりあえず右に行こう。であのピンク用心深い。最後の1個ポンって降ってきたのは何なんだい。この時点でさ、もう向こうに行けないっていうのは分かってるから、最後ではいらなかったんじゃないの。じゃあここはピンコインを取っておく。来るな来るな、やめろやめろ、こっち戻ってくるなよ。オッケーオッケー。でこのパンブロックを叩いていく。魚、じゃあパンを叩いて左に逃げる。これで魚を泳がせておく。ずっとそこで泳いでろ。そしてこのハテナブロックは何だ。下、これもう右ゴールなんじゃないの。いや絶対そうだと思うんだけど、うわゴールあんじゃねえか。いやちょっとすげえ気になる。あ、みんなのために言ってあげよう。気になるでしょ、どうせこの上。でも絶対さ、上から砲台が出てくると思う、速い球がさ。だからすぐ下に降りれる準備しとくね。みんな見てて、僕のめちゃめちゃいい反射神経を。しかしこれで素直にゴールさせてくれるとは思えないんだよな。絶対ゴール前なんかあるよ。まあ、隠しブロックは絶対あると思う。ここ分かってんだよ、そんなことに騙そうになってそうはいかねえぞ。どこまであるんだ。これ届くかな、右下まで。一旦勢いつけて行ってみるで、ね、あのゴール前に届くかな。いややっぱ届かねえよな。ここも隠しブロックあるんだろ。いや絶対どっかにね、隠しブロックがないところがあると思う。一番左か。オッケーオッケー、こっから。引っかからねえよ魚。ここら辺全部ある感じないで。どうもありがとうございます。いやこれはほんと難しいけどめっちゃ面白い位置の位置だったね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース 69YMM ポリクロマティックパイプスということで、いや久しぶりにねスタンダードなコース挟んでいくんだけど、このスーパーノバツさんが作ったコースって独創性っていうのかな、アイディアがマジですごいのよ。大体どのコースもすごくて絶対やれば面白いと思うんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.85%。いやほんと久しぶりにさ、スタンダードなコースでクリア率 1% 未満なんだけど、めちゃめちゃ下手くそになってるかもしんないね、トロールコースのやりすぎで。いい音楽流してくれてんじゃねえか。そんで上の土管見なきゃいけないのかな。赤い土管が羽の生えたブラッパー、そして黄色の土管がカロンか。それだけ覚えておこう。中間があるよ、なんか嬉しいね。そこ中間が、で、あのパンに乗ればいいの。普通に乗ってくよ。そしてオンオフで、あ、なるほどね、このパンに乗っていいけど、そしてどうすればいいんですか。難しそうだなこのコース、あんまり考えさせてくれる時間ないかもね。じゃあここは一旦リフトに乗ってもう一回パウに戻る。そして亀の甲羅を踏んでいく。そしてこのカキも踏んで上のリフトに乗ればいいのかい。そんでここはスピンジャンプからの右に行けば何もないですわ。ベビューバービョーバービューバービョーン、ベビーボビャボバボビビビョーババベビョビバビョビェーンバービューバビビョーバービューバボバビュービービューベビューバービューバービューバービューよびバビョビビビョビビョバボバビビビョバババビビョビビョジャジュジャビビ、どうすればいいかわかんない、ビギのトゲゾロ増えない、キモすぎてごめんや。めちゃめちゃキモかったな今の歌。そしてちょっと長くなかった歌がさ、ジャッコがしっかりとトゲゾロ踏んで、このカキも踏めばいいもんで、そしてこのコインの通りってドクロリと早いね。ここはこの黄色の土管に、土管に入れませんね。じゃあドクロリフトに乗った後リフトに乗る、そしてここでスピンジャンプしてこのパックに乗る、そしてここでオンをすればいいの。どうすればいいの。マット様分かっちまえば、もうこっちのもんだもんね。早めにオンをしてマントを取っていく。今のは僕の問題じゃない。
みんなのせい。オンオフをして1回2回3回ぐらいでいいか、スマントを取ってこのツララの下を抜けていけっていう感じで、でだようだ。見てるか、この動画を好んで再生してるイカれた大人たちを。そろそろ自分がヤバいやつのを見てるっていうことを気づいた方がいいんじゃないのか。何知らん顔してんだ高校生よ。高校生もいい大人だからな。あ、難しいのよ、ここに戻ってくるまでで精一杯だからな。じゃあここで羽を取ってちゃんとこのツララの下を越えていこう。そして次はこのブラパの上を渡っていく。ここはワンペラツーペラからのスネオくん、信用していいんだろうな、右に進んでくれる。で次はこのメガクッパを踏んでいけっていうことなんだね。でこっから、なるほど。よしよしよし、なかなか進んでるよこれは。うわー、そういやね、4月の22日大阪でオフ会するんだけど、来てくれる方本当にありがとう。いや自分が思ってた想像の 5,6 倍ぐらいはさ、僕行きますよ、私行きますよって言ってくれる方が多くて、めちゃめちゃビビっててさ。ていうかこれどうや、あーなるほどね、ここのイカを踏んでいけっていうことで、どうもありがとうございます。 GG、 てっぺん立っていこうか。あ、右の土管なんだろう、入れるんかな、ちょっと試してっていい。あ、入れないか。じゃあゴールしよう。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ鬼ごっこということで、サムネを見る感じカメックが3体いるからさ、そのカメックを追いかけて消し続けるようなコースなんじゃないかな。いや、めちゃめちゃ面白そうだねこのコースも。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.92%。 このババ様が作る一発マリオのコースって遊び心があるコースが多くってさ、めちゃめちゃ楽しいのよ。マジでみんな一回やってみて。じゃあまずこの扉に入ったら鬼ごっこ開始っていう感じだね。待て待て、てかめく、僕は鬼だぞ。うん、いや、これ難しそうだね。最初のカメックを消すところまではいいんだけど、そっから右か左どっちに行くか分かんないじゃん。右だ。ギャー、分かった分かった、カメックは攻撃モーションに入ると消えないんだね。だから攻撃モーションに入る前に消す。攻撃モーションめちゃめちゃ早い。このカメックめちゃめちゃ優秀な魔法使いじゃないか。異世界系の漫画で言ったら絶対に S ランクだよ。お、なかなかいい感じなんじゃない。これ避けれる、これ避けれるかな。オッケーオッケー、意外と当たり判定ないのね。難しい、この S ランク魔法使い3体と張り合うのはめちゃめちゃ困難だね。僕もちょっとギルド行って冒険者の登録してこなきゃいけないかもしれない。いや、そんな冗談言ってる場合じゃねえんだって。集中します。集中するために無言になります。いつも無言無言詐欺してるけど、今回は無言になりたいと思います。これさ、端っこにずっと追っておいたらダメかな。そしてちょびちゃんでかわしていくみたいな。いや、いけそういけそう、これ、あー無理か。ならどこまでも追いかけ続けてやるさ、この鬼マリーがな。なるべくね、ほんと1体でもいいから消した方がいいね。次は右、いや右、モーション早い、もう無言映像やめろって。ちょうどいいとこ出てくんだ。確かカメックってさ、マリオから一番遠い場所に出なかったっけ。こうやって適当にしてっていけない。あ、なんかいけそうだな、適当でも。次は多分右にたくさん出てくると思うんだよな。だからこの魔法を避けて右に行きたいんだけど、よしよしよし、ピースイッチは、ピースイッチ早く来て、ピースイッチ、やったやっぱこれは楽しいわ。スリルとワクワクとドキドキとムネムネがたまんないね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。